さんこんにちは、モレリです。なんでこんななんかここら辺にピンク映ってるし、なんかここの画角的におかしいやろうみたいな状態でなんか埃舞ってるし、最悪。ゴリラポットっていうんですか、これが壊れた。これを使って撮ろうと思ったんだけど、使えない。はい、ということで、やっと新居が落ち着いてきたっていうご報告をしようかと思ったんですけれども、全然落ち着かない。本当にありえない。ごめんね、ここのこれ無視して、はけてね。これ今日はこれ買ってきました。セボンスターのせプレミアム、セボンスターのムーンコズミックです。これはですね、私が大好きなセーラームーンのクリスタルの方ですね。全10種類あるんだって。私的にはこれが欲しい。まあもちろんのこと、開けていきたいと思います。これはどう？あ、はい。あのね、子供の時ってこうやって儚く夢は散るんだよね。乗ってないパティンね、こうやって。いや、いいんだ、まだピンクだったからいいの。うん、これ当たったよ。そして全然関係ないんだけど、これセーラームーンとは関係ないんだけども、可愛いと思って買ってきたやつ。すごい反射しちゃうな。中のこの鍵が変えられるみたい。ってことで今日はこれを買ってきたよっていう、本当にブログでございます。しかもここにずっとあるピンク、すごい気になるでしょ。何かと思う？見ちゃう。ほら、ピアノちゃんなんだけど、こうやってやるとね、結局ね、こうやってなっちゃって、映らないってなるとこっちになっちゃうわけで、私がこっち移動したところでここが映っちゃうわけだから、すっごいなんかモヤモヤして、これでよかったんじゃない？うん、解決した。はい、もう終わりだから、とりあえず、まあ、うん、今度次撮るときこうします。むしろ三脚撮ってくるということで、盛りありでした。それでは皆さん、せーの、おつあり。